曲目、行進曲、マーチですね、を演奏させていただきたいと思います。世界のマーチ王と言われてますですね、ジョン・フィリップ・スーザーっていう人がいます。アメリカの人なんですけどね、イギリスの方に行くとね、またそういったマーチの王様、アルフォートっていう人がいるんですけども、そういったところでですね、スーザーがですね、マーチを300曲ぐらいかな、まあ数百曲書いたという、とっても素晴らしい方の曲です。で、吹奏楽でね、演奏している人たちが割と、馴染んだ曲ではあるんですけども、皆さんも多分どっか運動会とか何かイベント会場でね、なんか聞かれたこともあるんじゃないかなと思います。では1曲目、スーザの雷神という曲を演奏させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、1曲目はですね、雷神。どうですかね、なんか聞いたことありますっていらっしゃいますか？あ、いらっしゃいますね。ああ、よかったです。ありがとうございます。次はですね、今、マーチをお送りさせていただいたんですけども、曲の雰囲気をガラッと変えまして、バラのチャニクサイ、オリバー・ドーティーっていう人ですね、が作りました、クラシックの曲。これもですね、アモリ吹奏楽団としましては、ずっと、ポピュラーのね、それこそ演歌とかそういうものをずっと大衆音楽をやってきたんですけども、クラシック音楽としてですね初めて取り組んだ曲です。これもですねちょっと長い曲なんですけども、いろいろ曲の変化も飛んでいますので、ぜひお楽しみください。
クラシックの曲でね、初挑戦だったんですけども、どうですかね、皆さん、よかったですか？ありがとうございます。はい、ではですね、今度、引き続きまして、ですね、また雰囲気をガラッと変えまして、今度はですね、映画音楽ですね、ジョー・ウィリアムスという人が書いた曲なんですけども、皆さんよく、多分、ね、聞いたところでは、スター・ウォーズですね、のテーマ曲、それから、昔懐かしいところ、ね、E.T.ダウンタウンからのどうしたね、電車に乗ってくるとかね、はい、あ、うんうんってうなずいて、うなずいていらっしゃる方いらっしゃいますね、ありがとうございます。はい、そういった曲をですね、メドレーでお送りさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。ちょっと正直言います、後半でちょっと落語を見失いましたなぜかっていうと、ちょうどめくりのところでですね、もう言い訳しちゃいますけど、ちょうどめくりのところでですね、風が吹いてきます。今うまい具合にまぐれまして、あ、だけどすごいですね、僕が振り間違えましたけど、みんなに救われました。はい、すごいアンサンブルのですかね、とっても素晴らしいと思います。本当みんなありがとうございます本当ね、こうやってね、楽しくみんなね、演奏できるのはね、僕も本当に、みんなのおかげだな、っていつも思いながら練習に取り組んでます。で、ですね、ここでちょっとあれなんですけど、松代出身者、はい、手挙げて、はい、あ、起立していただきましたね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でね、松代でね、出身の方でここに2名います。で、一番ご高齢、ね、去年の秋もちょっとご紹介させていただいたんですけども、70歳ということでね、一番この楽団でご高齢で頑張っていただいてます。うん、でね、こういったね、ご高齢の方でも頑張っていただいてますので、なんか昔ね、どっかで楽器やったことあるなとか、なんかね、こう家の中で寝てるなとか、ちょっとしばらく楽器からね、離れちゃって、なんかたまには楽器吹いてみたいななんて思った人は、毎週金曜日の夜、青森公民館でですね、夜6時半ぐらいから、まあ、9時半ぐらいまでですね、練習してますので、もしよかったら、ぜひ楽器も、ね、持って遊びに来てほしいなと思います。はい、これでですね、次にお送りさせていただきます曲がですね、非常に耳馴染んだところだと思うんですけども、
最近かな、ついこの間、朝ドラ終わってしまったと思うんですけども、NHK の、朝ドラで、僕はね、ちゃんと見てなかったもんですからね、カンペ。はい、朝が来た。ね、後ろから言われてます。そんな状態なんですけどね、AKB でね、非常に、なんていうのかな、こう、話題になったというかね、耳なじんで、こう親しまれた曲ですね。365日の紙飛行機を演奏させていただきたいと思います。
とうございました。こんな感じでね、本当はあのソリっていう形なんですけども、あの途中でフルートソロって頑張ってきました。はい。フルート高橋亜美です。はい、ありがとうございます。早いもので、もう最後でいいのかな？最後になっちゃいますよね。あっという間ですね。なんか、ね、練習はすごいたくさんの時間をかけてきたんですけども、いざ本番ってなるとね、あの始まったかなっていうと、あっという間に終わりという。最後にですね、お送りさせていただきます曲は、ですね、ニューサウンズイングラスって、まあ、吹奏楽のね、演奏する曲のシリーズであるんですけども、その中でもですね、いろいろこうランク分けされている中で、吹奏楽で演奏するにはちょっとむずいですよね。はい、難しいと思う人。ありがとうございます。ということで、全員がどうやら難しいようです。それに挑戦しました。はい。これもですね、皆さんよく知った曲なんですけども、はい、銀河鉄道39、はい、聞いたことあります。ありがとうございます。はい、で去年ですね、あのアンコールで、ヤマトをやりまして、アンコールよかった、あのヤマトよかったねって、お話をいただきまして、じゃあと思いましてね、あの去年演奏した曲よりはさらにレベルアップして、ちょっとかっこいい曲